さ。スイカ使ってます。でも今残高60円ぐらいしかないと思うか。これやろうと思ってたんだ。アイロンやろうと思っててやってない。いいや、アイロンいらない、変わらんどうせ。案件やりたいから、案件のストーリー出してるときはあのライブしたらあかんらしいで。できましたね。エフェクトないとなんかめっちゃキモい。ほらキモくない、なんか。言いたいことは言わないし、ちょっと下すぎ。そんなのバカみたいじゃない、そうじゃないじゃないじゃない、思わせぶりな感じで察してほしい感じで、ずるくない、お願いダーリン的。今日はこれ寒いから、寒いからっていう理由知ってみてほしいの。そうじゃないじゃないじゃない、しゃがんでる。え、痛くならない。こうやってずっとこうやってめっちゃ癖こうやってやるの。レールがいいよ、任せなさい。お箱だぞ私の。みんな知らんと思うが超うまいんだぜ。リムさん大好きですよ、かわいい。なんか一回ライブでちょっとあれになったよね、絡んだよね。今日も4000人狙ってないんです。いらないんです、そんな。え、やばい、流れない。え、レールマン無理って言われたんだけど、見て、ほら。はぁ、ふざけんなよ。無理、無理、マイレールガン。
アイプチしてます、左目だけ。だから幅狭いんですよ、ほら。みんなにアイプチ変って言われたから。靴下、はい。もともと一人、あ、わかんない。奥舞台か一人ぐらいやったかも。アイプチしてます、いつも。いつもは、ここぐらいかな。なんかめっちゃたるんで見えちゃう。ここかな。これを、この幅でやってる今。爪でも今月撮影あるのとあれがあるから学校のスクリーンがあってあるからちょっと爪短くしなあかんくてこれ最後かめっちゃ可愛いな。でももうちょい暗くしたかったけど TikTok ライブしようとかホストと付き合ったことない。誰がネギや。でも下着見えすぎててちょっと嫌かも。関西出身じゃない。福井県出身です。外人ならだってもう日本人だもん。めっちゃあくび出る。鉛の空重く垂れ込み真っ白に色々、ちょっと寒い。どんてん毎回流してるよ。くーるーなんか赤独特しかったよな。やったけど道を傘を忘れて歩く彼女はほら眠くない。これをこうやってしてちょっと遠かった。危ない。
そう、画面遠いんよな。アクエリアをさっき伸ばした。運転世代じゃないよ、世代じゃないけどアニメ好きやから。アニメは、え、でも、なんだっけ、さっき見てたのがミギとダリ。え、めっちゃおもろない、あれ。びっくりしたんやけど、あれネタ？びっくりした、面白すぎて。明日頑張ったら、そう、お疲れ様ですのトークあげよう。あげますね。なんかお疲れ様シリーズ、ちょっとお仕事お疲れ様ですシリーズちょっと好評なんで、両日3期見てますよ。待って、マキプロフィール前まで綾小路浩二と結婚したい限界高校生だったのに、プロフィール。そうなんだ、作者亡くなったんだ。リレー見ましたよ、見てますよ、漫画あるよ今あそこに。ねえちょっと話そうか、なんか遊べない。ちょっと喋ろうか、みんな気に入ってくれる。インフルエンサーじゃないもん、マキ。でもなんか露出してたらフォロワー増えちゃった。それ以来僕は嘘つきで騙せない人が脳なくなって、怪物になり果てちゃってさ。追いかけかけて僕はごまかせ、そりゃ増えるわ。なんか増えちゃった。でも なんかそんなにめっちゃ有名になりたい欲っていうのは別にない。なんか一生一般人でいい。めっちゃ目眠い。思い出せなくて僕はごまかせ、本物だって。マキ写真なんか動いてたらいいけど、こうやって動いてたり喋ってたりしたらいいと思うんやけど、なんか止まってるとあの顔めっちゃ硬ない？マキ硬いよね、多分めっちゃ緊張してるんよ。あと顔作ってくださいとか、そういう表情してくださいって言われるとマジでどうすればいいか分かんない。なんかただ怒ってる最中に撮られたらすっごいいい怒ってる表情撮れるし、笑ってるガチで笑ってる時に撮られたら多分あれできるんだけど。みんなからー
おっぱいは柔らかいけどね、面白くないっすよ。そこが魅力。いやいやいや、マキノーメインってめっちゃ言われたんやけど。ノーメン、そう、表情硬いじゃなくて、まあ普通にノーメンなんやけど、マジでノーメンは赤やろ。表情そう苦そうだから演技とかもできない、ああもうめっちゃ、だからスタッフさんそれ分かってるから、スタッフさんはみんなめっちゃマキに自然体に生かせようとしてすっごい笑かしてくれたりするのね。でも撮られてるって感じしたらもうマキもほんとなんかみたいな、なんか苦笑いしちゃう。でも多分その撮影現場とかに友達とかいたら多分めっちゃいい笑顔出ると思う。なんか捉えるの苦手なんよな、ポーズとか多かな。チーム決め、いや絶対おもろいで、そんな行かないとね、今は何時に。ピアス開けるの別、あ、もう痛いかな。ピアスの痛みって感じ。不思議だなぁ。下心はないんだけど、あるだろ？ないんか？逆に。言うて自分の顔好きでしょ。好きじゃないよ。好きだったら、うん、もっと更新するかも。もうちょっと無加工とか出すと思う。好きじゃないから加工してるし、この加工のエフェクトもつけてる。すっぴんでできるのは普通にもう開き直ってる。好きとかじゃなくて、だって男の人も別にそんな自分の無加工とか載せれるやろ。なんかそんなにこだわりないでしょ。ここ加工したいとかここ無理とかないっしょ、あんまり。それと一緒、別にそこまでこだわりはない。おお、すごっ。感度はいいですよ。ちょっと、メイクは40分ぐらい？ライブしてるよ。うん、まあ、今日も男の人で加工してる人苦手、めっちゃ。なんか別に無加工でもいいのになって思う。うちの姉はメイク、でもそういう人おるよな。アイラインだってもう、アイライン早いかも、5分ぐらい。今日はあの足太い人がやったらあかん服装してる。終わっててくさ、はあ、好きな俳優、山田裕貴。パンツを、
カウントダウン。見てこれ、視線をアウト、ハイタッチでヒートが伸び出せば、ヒューイってやってヒューイだよ、ヒューヒューイ。こういうしまってばかね、自分のフォロワー層のことどう思ってるんですか。でもその人たちってあの、あ、やばい、ごめん、あの、なんやろ、現実ではそういうこと言えなくて、マキにしか言えないわけじゃん。もうこういうちょっとエッチな子にしか言えないと思うのね。でもそういう吐き場所になってもいいのではないかと思う。どう？どうですか？マキは別に言われて不愉快ってわけじゃないけど、不愉快ではないか。なんやろ、なんか何も思うな。かわいいなみたいな、かわいいなか面白いなみたいなって思うから、なんやろ、まあ、嫌な子はそれで不愉快になると思うけど、マキは露出してるし、そういう目で見られて当たり前だし、だからいいよって思う。でも現実でも言ってたらちょっと気持ち悪いわ。こういうのが周りにいたらちょっと無理。でもインスタライブは別にマキのも害ないからいいよって思う。ちょっと滑ろうかな、僕なんて本当に手なのかと思う、バラも休まった10年が来そうな、あれ品格普通の妖怪です。つまりここでの世界は合法、まあ巻きが気分悪くならん程度言ったら別にいい。友達とかに惹かれないの？わかんない。だってわかんない、なんか多分現実でもこういう性格してるから別に変わらん、こういう画面越し上でも。引くのかな、ごめんみたいな。引いてたらちょっと悲しい。でもどこに引くの？気分悪くなってごめん、わかんない。大型です。街中で知らんおっさんに声かけられたりしない？いや別にそのおじさんには声かけられたことない。30代前半とかやったらあるけど、それも嘘、いやいや欲しいよ。好きなスポーツバスケですね。バスケとか、まあ自分がするより見てた方が好きなんやけど、まあ何事も自分はプロデュース側っていうか、なんか応援する側、あーってワイワイガヤガヤする側の方が好きなんですよね。プロデュースしてみたいですね、いろんなこと。サッカーはゴール、キーパー、ベンチ。サッカー場、オリンピック、日本代表、週刊文集、誰だっけ、忘れちゃった名前。
開脚できますか？人助けが必要です。あ、伊藤さんか。目線合わせ2番ホーム。そんな日常8時0分。番号並べるのが、なんかさ、東京の人いたらさ、言ってみていい？なんか大阪キャッチっていうのか、ホストの勧誘っていうのか。この前新宿行ったんですけど、その新宿ってめっちゃキャッチ、そのホストの勧誘いるやん。しごかれてるのどう思って。別にいいですよ、だってマキに買いないもん。それで行ったんやけど、大阪のあれはホストの勧誘はなんか、なんやろ、なんかお姉さん可愛いですね、今からどこ行くんですかとか、なんかめっちゃこうバーって話し続けてくのね。それをなんかこの前新宿行ったら、新宿の勧誘はホスト、イケメン、ホスト、イケメン、初回、たくさんみたいな単語なのね。これが関東と関西の違いかと思って。客引き？あ、そうか。ホストまだ入るんな。一回行ってみたいな、でも。街中でスカウト。なんか渋い。まあ、あんま東京そんな、どこ行けば行こうわからんけど、ホテルとかもだいたい渋谷やから、渋谷とかでスカウトとかはよくあるんですけど、なんか、なんて反応したらいいかわからん。スカウトと、だってこれがね、これにスカウトしてくんなよ、みたいな。ホストハマりそう。ハマらんと思う。男の人にあんま興味ないから、多分ハマらんと思う。なんかみんなに言ってるんだろうなって思うと途端に慣れちゃう。痴漢経験ない。え、そんな来ない。なんか右側と左側あるじゃん。左側、あ、右側歩いてたらされる。でも左はだんされたことない。やばい、寒い。そんなスタイル良くないし可愛くないからされないです。ぶっかけがツイッターに載せられるのは興奮する。興奮はしないです。男じゃないんだよ。電車乗りますよ、福江。だって学校まで電車で行ってたもん。ねえ、テン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 。やばい、腰痛い。マキめっちゃ腰痛くて、ずっとマッサージ行きたいんですよ。普通の。びっくりした。あ、やばいやばい。サマレン見ましたよ。福井のおすすめの場所、仁愛高校。今おったところで何を変わらん。え、めっちゃ腰痛い、やばい。向きでも、なんか本当にたまに、なんでかわかんないけど枕変えたのに、めっちゃ、マキ、聞いて？枕1万5000円ぐらいの変えました。でもそれ割引して1万5000円だから2万ぐらい。だから、わしもループできるんじゃ、みたいなやつやろ。
左の人の重に白いゴミついてないで、それ越しじゃな、全然。タンクトップは脱ぎません。ループできるんじゃ。高校すすめ、嘘だって、可愛い子多いってだけ。でも入れないよ、女子校だから。みんなチッ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 。ブラにゴミついてない。ちょっとこれはこれで近い。人生捨てたら、あかんやん、捨てたら。これは普通に売ってるけど、ちょっと高い、このぐらい。マジでブラジャー1個上下セットで8000、9000とか取られる。はい、いません、この時期にいません。おぉ、オフティティタイム。ネックレス、わかんない、これどこの、そこら辺の安いやつ。お水は見せません。下着1個マジ高いんだよな。下着って高いよね。え、高いよ、マジで高い。下着って高いんだね、マジで。デパコスより高い。ちょっと待ってね。ね、案件しても引かないでね、みんな。ジーマキミューゼかよみたいな。でも絶対送ってくれてる。ミューゼですけど何かみたいな。え、肌汚いです。ブラこれ8000円しました。え、そうだ、ヤッホー。夏になったらなぜ、ミュージック、ミュージック。ルックブック？ 47 歳だけど、お父さんぐらいか。それな、顎。お父さん若くないよ、別に。投げ銭してくれる配信アプリで配信しないの？ TikTok とか？TikTok ライブ？いる？投げ銭してくれる人。投げ銭？バトルはしない。ちょっと恥ずかしい。ちょっと待ってね。ちょっと待って。
TikTok の広告なんか、なんか来たんですけど、なんか受けようかなやってるんだけど、ルームブラ案件先してんだよね。なんかくれよって感じ。やったらあかんことやって。マキだけが見れる世界。アニメの題名にありそう。ねえ、コメント流れなくなっちゃった。もうやめよう。やばい。